ん、ごめんなさいね。粘液が指揮官様の体についちゃったみたい。ああ、触手の粘液が服を濡らしたようね。むしろこういうのがいいのではなくて、指揮官様。指揮官様、ずっとずっと待ってたわ。誰にも会っていなかった。指揮官様がジタバタする姿、うん、かわいい。捕まえたわ。ゴールデンハインドの何が知りたい？名前？永遠なる存在のこの可愛らしい触手たちのこと？あら、私の触手は世界の果てまでたどり着いたことがあるのよ。なんて、世界に果てなんてないわ。そんなの知らない。すべての触手に斧を持たせたらって？指揮官様ったら面白いこと考えるわね。それならハロウィンのホラーではなくコメディーよ。うん、ああ、触手の粘液が服を濡らしたようね。むしろこういうのがいいのではなくて、指揮官様。どうして浮気するの？しねえ！少し刺激が強すぎた？指揮官様はどんなハロウィンの花嫁が好きなの？後ろで結んでいるのを締めてもらえる？そうするにはまずは一度ほどかないと。誰もいない古城、一人ぼっちの新妻。指揮官様、これから盛りがつきそうだわ。枝角のせいでベールはほとんどかぶったことないわね。すごく似合う。指揮官様、ありがとう。指揮官様。条約にサインするなら中身を一字一句全部しっかり確認しないと。任務をこなしたご褒美として。指揮官様、私の胸にいらっしゃい。指揮官様宛てのお手紙よ。うん、ネバネバしてるって？あなた様への溶けた情熱だと思って。おかえりなさい、指揮官様。斧を持って何をしてるかって？それは鍵を使わなくても指揮官様の執務室に入る方法を探しているわ。委託が完了したようね。敵のガラクタを持ち帰ってくれたかしら。ごきげんよう、指揮官様。私はゴールデンハインド。ご高名はかねがね伺ってたけど、やっと会えたわ。はあ、なかなかそそる体してるわね。はあ、本当に指揮官様はなかなかいい体しているわ。指揮官様、待ってたわ。焼けたばかりの肉に野菜、
絞りたての果汁に酒、平らげるもの、飲み干すもの、なんでも持ってるわ。ごめんなさいね、粘液が指揮官様の体についちゃったみたい。ゴールデンハインドのコレクションに興味ある？大丈夫、コレクションもその裏にある物語もじっとりと教えてあげる。映画にゲーム、本、母校の娯楽はいろいろあるのね。あら、私なら戦場の歌大会かしら。指揮官は興味ある？どうしたの？職種に触りたい？いいわよ。指揮官様、ようやく分かってくれたわね。さあ指揮官様、こっちいらっしゃい。全部受け止めてあげる。指揮官様の手つき、お優しいわね。指揮官様、条約にサインするなら中身を一字一句全部しっかり確認しないと。任務をこなしたご褒美として、指揮官様、私の胸にいらっしゃい。指揮官様宛てのお手紙よ。ネバネバしてるって？あなた様への溶けた情熱だと思って。指揮官様、ようやく戻ってきたわね。ゴールデンハインドは受け止めるより攻める方が好きだと知ってるでしょうに。あら、このマンゴーは差し入れ？ご好意に感謝するわ。いい体だけで残念。このライチは最近の遠行で持ち帰ったものよ。ジューシーで甘くて最高のものよ。指揮官様どう？皮をひんむいて邪魔な種を転ばしてから舌であなたの口へ届けてあげる。委託が完了したようね。敵のガラクタを持ち帰ってくれたかしら。もっともっとガラクタが手に入りそう。あなたたちもコレクションに入れてあげる。ここからは勝者が思うがままにいじくり回す時間ね。平気よ指揮官様、切られた部分はすぐ再生して元通りよ。私のコレクションになりなさい。再生のスピードが追いつかなくなるわね。